お休みをたくさんしてしまってすみませんでした。いや本当ですね、忙しすぎて全然ゲームできてないんですよ今。本当 FIFA も WCCF もなんですけど、今日からねちょこっとね普通の私生活に戻ります。で今週末は久々に本当1ヶ月半ぶりぐらいに休みなので、まあ普通のこう生活に戻ってですね、毎日動画を投稿したいなと思ってるんですけれども、すまんみんな。でね、今ねエクストラカードキャンペーンもやってるわけですよ。これ応募状況、私今どれぐらいですか、20口ぐらい、19口ですね。やっぱりねこれだと心もとない、前回は多分50ぐらいで外れたんで。あとこれね WCCF ウィーナーズカップ、これリンネさんが見事ですねテンポ抜けました。で11月の18日にですねセガの本社でエリア大会があるんですけど、待望の、まあ待望なのかな、リンフィクション続編制作決定しましたので、ぜひお楽しみにしてください。楽しみね人なんていいのあれで。ね今日はそんなことじゃないんですよ、そんなことじゃなくて、この頑張れ日本の育成が完了しました。ついに日本縛りの育成が完了した、これをちょっと見ていこうじゃないかと、まあ、チーム紹介動画っていう形でございます。今この監督はどれぐらいなんだろう、46億か、46億ってそんなに育ってないですね。ちょっとクラブデータ見てみましょうか。クラブデータ残り試合1試合で274億円賞金がね、まあマックスになってるよと全部で、キラーパス G でゲーゲンプレスの戦法ダイナモで、チャレンジマッチをアジアで回って、あの香川のねあの SOC 付録のとか、あのダイナモのとか入れてたんで、日本人でたくさんつくかなと思ったんですけど、つかなかったね、ゲーゲンプレスとダイナモが。いやつけたかったな、まあ、インターセプト重視が G ついてるんですよ。で降臨もついてるんで、例えば長谷部誠はインターセプト重視なので、まあ、それで使うこともできるし、降臨ね PK セービングじゃなくて川島選手、降臨の方の川島選手で G にすることも、まあ、できるぞと、そういうことでございます。まあ、基本的にはでもゲーゲンプレスとダイナモを使います。で選手データよね、選手データ、まあ、こんな感じ全部見ていこうか、じゅんぐりに。川島選手どんなもん、確か2アップぐらい、2アップですね、2アップ、まあ、試合出場128試合で、まあ、KP は PK セービングですよと。ここ見てください、ビッグセーブゴールキーパープラスプラスがついたんですよ。これはね非常にですね喜ばしいこと、全然変わりますからねこれだけで。まあほっときましたから川島に関しては、常にほっぽっといてこの感じだったんで、まあいいんじゃないかと。次トゥーリオ、トゥーリオ選手は2アップ、まあいいですね、これもほっときましたから。でね5バックシステムを使ってるんですよ、あのチームの図から載せます。コーナーキック普通だったら中澤選手とかトゥーリオ選手が点をバンバン取りそうなイメージあるじゃないですか、それがなんか知んないけどやっぱね三浦和義にボールが集まるんですよ。キングカズにボールがめっちゃ集まるんで、キングカズがとにかくコーナーからも点取ってた気がする。でね KP がねオーバーラップだからね、これがリベロディフェンスとかだったらもう最高なんだけど、フォワード起用もありますから現実世界を見習ってフォワード起用もあります。追加能力はディフェンシブと、まあ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 いいんじゃないですか。中澤選手も2アップ、惜しかったな、スピードがもうちょっとでアップしたのか、少し擦ればいけたなこれ、全く擦ってないんで。であのチームスタイルもねプレスディフェンスなんですよ、だからこれは非常に使いやすい。香川選手が引っ込んでもこれでいけますからチーム KP はね。でエアバトラー、エアバトラーいいでしょ、素晴らしい KP、 そして素晴らしい追加能力ついたと思う。足がねやっぱちょっと遅いからスピードを上げたかったな、これ今思うと。ちょっと他の選手をね優先的に擦っちゃってたんですよ。で育成カードもあの白黒しかないので、僕は全部データは登録してないので、まあ下手くそっていうのもあるのかな俺が井ノ原さんは3アップ、あいいですね、ディフェンスパワースタミナで、これスタメンで使ってます、さっきの図柄あの配置スタメンで使ってるんで、左のサイドバックらへんで、だからスタミナは必要だし、これはいいんじゃないですか。中からねスタメンに入れたんですよ。で個人守備重視だからこれも使えるんですね。追加能力パワフル、こすってない割にはまあまあ、試合も半分ぐらい出してなかったんで、こ
これはまあまあいいんじゃないですか。スーパーサーブもついてるしね。次、長友選手。これは重要なんです。長友選手はどう？4アップいいですね。4アップできればオフェンスもちょっと入れたかったな。で、追加能力はオフェンシブサイドバックと、本当はプラスとかついたらよかったんだけど、あの一番左端、5バックの一番左端にドンって寄せて使ってるんで、もうほぼこれはトップ下の役割なんですよ、私のフォーメーションの中で。まあでもいいんじゃないですか。ディフェンスも上がってるし、パワー、スピード、スタミナ上がってます。で、ダイナモは常に耐えてるので、まあこの長友選手の近辺はあんまり疲れないイメージがある。まあまあじゃないこれも。次、コンちゃん。コンちゃんは2アップ。これもね、もうちょっと上げたかったけどな。もうちょっと上げたかったけど2アップになってしまった。まあでもディフェンスとスタミナ上がってますから、あのね、井ノ原さんをスタメンにしたことによって、控えのディフェンダーの選手がいなくなっちゃった。だからディフェンダーのスタミナ大切なんですよ。サイドバックはやっぱ重要だから、スタミナは上がってよかったなと思う。で、追加能力はパワフル。セーフティーディフェンスはね、ちょっと使う機会があんまないけど、スルーパス重視なんで、肩攻めのような配置にしてますけど、右からも全然攻めれるんですよ。もう今野からキングカズに一本のスルーパスが全然通るんで、そこの連携もこすりました。中田選手は4アップ。これね、でも何もこすってないから、ほぼ。うまい具合に育成できたなっていう気はします。オフェンス、テクニック、パワー、スタミナ。でね、まあ、配置のところ、で言うとやっぱディフェンスは1個上げたかったなっていう気はする。でもアシスト40ですかね、あの位置で、あの配置のあの位置でアシスト40ですから、まあまあいいんじゃないですか。で、追加能力はタフネスとスタミナがやっぱ必要なので、怪我とかね、まあ、あまりにもスタミナが減りすぎたっていう時はもちろん控えにスーパーサブ持ちのスルーパス重視の中村健吾選手を入れてるんで、代用はあるんですけど、やっぱキラパスレア KP 重要です。しかも G ついてるから、まあ、G つけない方がいいっていう噂もありますけど、まあでもいいんじゃないですかこれは。次、稲本選手。これがミスった。ほっといたらさ、とんでもないことになっちゃった。これスタミナしか上がっとらん。これはダメ。ただカードのなんていうんでしょう、すごさ、すごくいい。このカード、追加能力はカバーリング。ちょっとね、若干ね、もともとのスタミナの値が15で、確かにスタミナ減りやすいな、でガンガン上がっていくから減りやすいなって感じはあったんですけど、でもすごくカードとしての使い勝手はすごくいい。なんかテンプレとかにも入れたいもん、聞いてらって。ただその分育成がね、これは私が下手くそだった。香川さん、これもレア KP 要因で非常に必要なので、4アップ、オフェンス、テクニック、スピード、スタミナ。で、スタミナがやっぱ減りやすい。ちょっと低めの位置で使ってるからディフェンスも上げたかったんですけど、まあ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 、いいんじゃないですか。あんまりこすってない割にはしっかり育成できたなっていう気はする。で、ゲーゲンプレスの戦法が割といいので、スルーパス重視とも相性いいから、この日本代表でローカルをこれから出していきたいんですけど、まあいいんじゃないかなと思います。追加能力はディフェンシブ。次、細貝さん。これ控えなんで全くこすりませんでした。ごめんなさい。キング2がね、足りなくなっちゃって使えなかったんですよね。これはごめん、本当にごめん。で、チームスタイルもダイナマなんで、長友選手がとんでもなく疲れてしまった時は、まあ代用は一応効く。で、そのディフェンスの位置もできるから、できてたから、まあな。でもスーパーサブ持ちなんで基本的には控えです。次、長谷部さん。長谷部さんもごめんしか言えん。ごめん。まあ控えになってしまったんで、井ノ原選手と入れ替わりで控えになってしまったんであれなんですけど、ミドルシュートがね、非常になんか良かったなっていうイメージがありますね。中村健吾選手、ごめん。もう控えはね、全く越せなかった。その分黄金連携はほぼほぼついたんで、まあな、しょうがない。キングカズ、キングカズは、キングカズ5アップ。はい、この辺はまあ良かったかな。5アップしてくれて、ディフェンス以外アップ、素晴らしいですね。で、そのハットトリックを取らせて、そのチームのエースでこすってとかもしてないんで、まあ良かったかな。なんかみんなすんなり、控えの方たち以外はみんなすんなり育成できたなっていう感じがします。追加能力はね、テクニカルなんで、
これをちょっと変えたかったなっていう気はするんですけど、まあ、しょうがないな。次、本田さん。本田さんも5アップ素晴らしいですね。でヒートマップが右なのでちょっと心配だったんですけど、左で使ってます。全然 OK で、ディフェンスもね、なんか10なんですけど、すごく前線でダッシュしてくれることもありますし、うん、スタミナがね、やっぱちょっとね、足りないかなっていう気はします。でもね、頑張れば1試合持つ。あと追加能力はスピーディー、やっぱスピードが弱点な部分はあるからいいんじゃない。でムービングパスワーク、パーフェクトスイッチかな、これもレア KP で発動できます。だからちょっとなんか調子が悪いのスルパチって思ったら、こっちに切り替えてローカル出すかもしれない。宇佐美さん、宇佐美さんごめん控えなかった控えがダメですね。でもすごいでしょ、得点とアシストはまあまあ控えにしてはいいんじゃない。左端で使ってるんですけど、まあまあいいと思う。次岡崎さん、これも控えだからね。ただ2アップしてくれた、よかった。これは92試合で102得点控えで、まあまあいいんじゃないですか。オフェンスとスピードで裏にね、やっぱ抜けてくれるんですよ。チームサイがラインブレイクっていうのもあって、スピーディーはまあ良かったかなって思う。で本当は札幌でもね、蹴りたかったんですよ、出張でね。昨日帰ってきたんですが、札幌でも蹴りたくて、あのワールドさんとかね、きょうちゃんねとかから蹴りましょうってお誘いいただいたり、他の方からも蹴りましょうって言っていただいたんですけども、あまりにも3日間で自由時間がね、ほんとね40分ぐらいしかなくてもうずっと仕事で、きつかったな。睡眠時間もね、ね、プリンスホテルに2泊したんですけど、2日間で5時間ぐらいかな。それぐらいずっと仕事と接待でもう走り回ってたんで、もうほんとごめんなさい、誘ってくれた方で。来週は来週でね、まあ、横浜と群馬に出張です、週末。あとどこ行くんだ、京都行って、あ、群馬行って、横浜行って、入間か、入間行って、市ヶ尾行って、京都行って、か、11月は、なかなか、なかなかです。だからゲームセンター等で私を見かけた時は、僕これ持ってますから、このデッキは常に持ち歩いてるんで、対戦しましょう、ぜひ。そんな感じのチーム紹介でした。ぜひね、あの、リンネさんのリンフィクションもご期待いただいて、今後とも、よろしくお願いします。